皆さん、どうもどうも、よろしくお願いします。ドラゴン TK です。ではね、今日から、11月20日なんで、ゼルダ無双、厄災の木ジロークね、来たんで、ダウンロードしますか？もういいや、いいや、今始めよう。した方がいいんやろうけど、まあ、またね、後々にやらなあかんときにやっとく。さあ、始まっていきますよ。厄災の木ジロク。無双シリーズ、ね。昔から難易度ハード。うわ、ちょっと待って。ベリーハード。イージー、ノーマル。まあ、ハード。いやー、ノーマル当たりかな。やっぱ最初なんでね。そのうちね、ハードとか、ベリーハードとかでもやっていこうと思うんで。よろしくお願いします。自動で上書きされる。やばいな。自動やったらセーブせんでいいってことやろ？もし、飛んだらさ、録画が飛んだら終わりやん。いや、ほんまそういうことやん。一度きりの、一つなぎの、大録画みたいな。ほらほら。さあ、行くぞ。押すぞ。押すぞ。来たよ。まあ、ゼルダのブレスオブザワイルドね、やってる最中ですけど、ます。よろしくお願いします。更新データがダウンロードできました。データ使いが一度相当終了してください。やめろややめろや。 大丈夫？今はまだ。あ、起爆が落ちる。エイジオブカルム。なんだ？トライフォースか。トライフォースか。 そういうことじゃない。昔あった記憶はあるけどね。ゼルダのやつ。3DS かなんかで。ちょっと待って。ちょっと待って。あ、やべえ、ちょっとうるっとくるやん、うるっとくるやん。やめろ、やめよう、そういうの。なんだ？時渡りか？それは。別のゲームか？いや、違う違う。今やってる別のゲームか？お、来ましたね。大厄災に挑む名傑たち。時を渡り過去へと舞い戻ったとあるガーディア。彼らが紡ぐもう一つの物語。ガノンを打倒せよ。ああ、ガノンがおる。まだガノンと戦ってないんでね。ブレスオブザワイルドの方のも。つまりやっとんねん。いや、もうシャープ60ぐらいまで行きそうなんだよ。来たね。鳥が飛んでらっしゃいますね。チューチュー、チュー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 。チュンチュンと飛んでらっしゃいますね。そして、何？これは城か？入れる城か？あ、そうやろね。お！リンクがいますね。見えてますね、頭。頭見えてます。青がおる、入れる方が。勇敢なる兵士たちよ。今、ハイラルは未曾有の危機に直面している。厄災ガノンの復活が予言されてから早数年、神獣を発掘し、
古代遺物の研究を進めてはいるが、とても十分な備えとは言えぬ。各地で魔物たちがこれまでにないほどの広がりを見せ、このハイラル城にさえ敵の手が迫っておる。まずは平原にはびこる魔物を打ち払い、厄災への備えの新たな一歩とする。震え兵士たちよ、ゴー！俺のゴーと言って、ゴー！リンクがいる！精悍なリンクは。これなんだ？ハイラル平原の戦い。ん？平原の魔物対処する。撃てー！ん？どうすんの？おー！あ、走ってると、ん？何や？ん？あー、そういうことね。マイナス押したら、通常攻撃とかそういうのが出てくるね。通常攻撃から続けて X で様々な強攻撃、それは分かってる。うん、そのシリーズ昔からやってるから、そこら辺は分かってます。 ZR キャラクターアクション、あー、必殺技ゲージ満タンの時に A ね。うん、いつものことやね。お、なにそれ。おーい、楽しいやつや。うん、おーおー、なに縦サーフィンが始まったね。ゴーゴートカゲか、そこら辺もあんのね。なるほど、キャラクターアクション見えてない、わかん、誰もいない、悲しみ。魔物を分断するのだ。十分引きすぎだぞ。撃てー、撃って、あー、ゴブリンたちが、よし、雑魚やからな。みんなよくやった。キャラクターアクション、あ、 B でできるのね。どこ行けばいいこれ。あ、なるほど、あ、 B 行けということか。 OK です。なるほどね、これはスタミナゲージがないから強攻撃は X 押せから。ほらー、はぁ、おぉ、縦サーフィン楽しいっす。必殺技じゃ、やってやるぜ。楽しいなこのゲーム、楽しいな。まあ無双シリーズね、あんまり、ね、得意じゃない人、得意じゃないっていうか、肌に甘い人おるけど、これ昔から合うからね、そういうのは関係なくできるんで。L、B で回復アイテムしよう。うん、まだ使えない。ほーい。1回でどうす、したらどうなるの。おお、2回コンボでこれなって、そして、1、2、3で、あー、そんな感じね。OK です。まあいいや、とりあえず進めていきましょう。強敵に注目 R。 ああ、うん、なるほど、いった、よし、もうね、溜まってるんで使っていきましょう。うわ、一発強し、サクセス。B 回避で ZL ガード、あ、やっぱそれは変わらんね。開ける、何が出てきた、何が出てきた、いや、教えて教えてってな。ほらー、はー、あ、拠点ゲージ減らすのね。ほら、ナイス。あ、2回目くらいのやつが良さそうやな。3回目と、お、よし、おお、ほら、やれた、下手くそか、ほら、うん、Xラッシュギリギリで回避すると、ほい、
ギリギリで回避したい。ギリギリいつも違う違う、もう早く来いや。おい、あ、惜しかった。やってもらった。あかん、下手くそか。もうさ、やめろそういうの。もうほら、おい、あかん、ミスった。ミスった。おい、うん、ちょっと待って、やりにくい。もう早くこっち、おい、いや、ちょっと待って、見えない、何も見えない。ちょっと待って、わからん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 。いや、マジでわからんかったよ今。ちょっとやめようぜそういうの。あ、まあいいや、もうやろう。回避ね、ガードね。ほい、あ、見せた。ちょー、盾構えすぎじゃね君。まあ、あ、大丈夫。ほら、お、なんだ、何か始まった。おー、かっこいい。戦場で失神感の補佐開ける。 Y ね。あ、こういったものが取れる。なるほど。じゃあ逆やった。行くのも逆でした。すいません。え、でも無理じゃね、行けなくね、これ。どうやって行けん、これ。ジャンプできひんよな。ああ、おー、パラセールが。あ、そういうことできる。そういう、こういう上に登れたりするのかなと思ってん。思ってん、無理やったわ。ちょっと、いろいろね、R スティックね、押したりしてやりつつあるから、はい、いけんの。あ、チチゼリーだ。何？ああ。なのでね、ちょっと酔う方はおるかもわからないです。まあちょっと、勘弁してください。まあ嫌なら、ちょっと見ない。そんな感じですね。だいぶこうやってね、動くんでね、無双シリーズって、昔から、ぬるぬると、こういう R スティックを押し込んで、やって、やっていったら、結構ね、酔う人おるかもわからん。あ、それで合わんっていうね、ちょっと中にはいそうよね。それはもう、俺も、なあ、出てきた。君出てきた。オッケー。もら、どうした？おい。全く色か、どうしたん？君どうしたん？おったい！ミスった。まだできない。あれ。おら、おい、何どうした？あ、A 押してもうたか。まあ、大丈夫やね。オッケー、せー、あっ、ナイスである。よし。お、いろいろ出てきたね。お、蝶が、いるね。え、何どうした？あ、な、イベント進んだ。進んじゃった。うん、あ、いつもの、いつもの。ふとさ、R2 リーツを思い出すよ。R2 リーツを思い出すよ。あれ？インパ、あ、かわいい。あ、助けてください。おー、シーカーストーンが、起動確認。シーカータワーを起動します。いや、違う違う。違う違う。なんだ？何が起こっている？何事？わあ、何が起こった？シーカーストーン、え、タワーが起動した、ほんとに。シーカータワーを確認します。シーカーストーンを確認します。なんだ？目と目が見、あって見つめる瞬間。ときめくんかな？な、さすがにないか。さすがにないか。ときめくんかなと思った。ときめくんかなと思った。これは一体？今は目の前の敵ですね。どこ行くんや？
息子のあなたが助けてくれたり、そのスイカさんを今預かっていてください。わかった。こういうとこどころも行けるのかな。あ、行けるわ。だいたいね、ドローンのそのシリーズでもそうなんやけど、木箱壊せるんでね。リモコン爆弾 R2Y ほい。うおー、楽しい。あ、楽しい。あ楽しいやつやこれ。んで、下行け、行けと。ほらー、ほら、ナイス。アイスメーカー A で、アイスメーカーなんだ。お、なんだなんだなんだ、アイスメーカーな、ってなった。ってなったよ。あたい、おい、大丈夫か、大丈夫か、大丈夫ですか。うん、ほら、ふん、ふん、ほら、ナイス、楽しいやつやこれ。アイスメーカーどうなんねん。ほら、破壊したな、この野郎。縦ごと破壊してやるんだからね。よし、スマッシュ。決まるから行こう。ナイス。おーい、楽しいやつ。入られる場所なんかいろいろあるね。なるほどね。で、下行くか。ふいーす。ナイスでやーる。ほら、ふんあったー、何か食らった、もう。ほら、君だな、ええ加減せよ。よし、破壊していったら、破壊シートになっていってやら。うちょいちょいちょい、何が起こった。よし、お、レベルが上がる。ありがてえ。ほら、ふん、ナイスである。おう、無双もいけるね。無双ゲージ溜まってますね、溜まってますね。ほらー、うん、どっか出てくるやろ敵。ナイス。ん、突進してくる敵に R で、おお、なるほど。ほい、うん、今じゃ。ふっふっふっ、やってやるわー。いや、終わったわ。拠点確保完了。ん、ああ、で、あと一個。ん、ファイヤーウィズローブ、何それ。いた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 、あ、投げられてんのかそれ、知らんかったわー。もう完全破壊シーンやんか。木も、木すらも全て終わって、やっていってんねん。やっていってる、壊していってんねん。なあ、ほんまな。よーし、ナイス。楽しい。楽しい話で。もう好きな部類や、これ。最初はさ、そんなに、大して、あんまり、買おうかなとも思ってなかったけど、PV とかさ、いろいろさ、見出してたらさ、欲しがってきたよね。そういうことよね。よし、はい。シーカーストーン起動します。いや、まさか、あ、まさか、いるのか、ここにも。ん？あ、まだ使えないか。どこや、誰ではないか。この拠点のあれが少なくなってるだけか。なるほど、オッケー。もう一個行かなきゃいけないけど、ここをやっていこう。何か出てくるのかな。お、これ何かいけるのかな、思うやん。いけるかなって思うやん。あ、来たね。ふん、いやー、よし、これやめい。おー、いいね、リザルフォース。あ、来た。素材が。素材なのか、これ、
あんまりまだ分かってないんやけどね。お？ああ、これ席か。分かりにく。緑と緑で、保護色になってて全然気づかんかったよ。よし。とりあえず、ここの中入ってきましたね。リザルフォスやね、完全にね。完全にね、ん？ほら！はい！オッケー！大丈夫かな？お、ルピーもあんねんね。緑、着てる、あるね。マーク出とるね。なるほどね。お？なに？インパが青いマークであるんやけど、なんなんやろ？よし。ほい。さあ、じゃあ、ちょいと、ここの、ボス出てきてほしいな。出てきたね。よっかい、ミスター！ミスター！バカやっとるな。ほら！うん！さあ、あかん！これ無理！無理！無理！オッケー！ナイス！ういー！よし！スマッシュじゃい！これ楽しいやつや。サクセス！逃避にサクセス！いや、違う違う。やめとけ。やめとけ。で、どこ行くんかな？モリブリンの集団が現れた。どこに？あ、下に？集団？まずいですね。これ、どうにか食い止めないと。見ないとね、ほんとにね。ここら辺は無視していきますね、敵はね。下へ、下へ下へ行きましょう。なので。うん。仲間に指示を出す。へぇー。メニューの仲間画面から、A、指示。操作してない時の移動式を指定できる。あ、操作してない時って乗ってるから、できんのかな？何これ。仲間への指示。うん。兵士の剣でかかりこの子たち。なるほど。リンクの配送か。なるほど。ここら辺の敵もやった方がいいやろうけど、今いいや。とりあえず、進むとこ、何かあったやぞ、今。ん？ん？ Y か。わあ、見つかった！わあ、見つかった！あ、コログの実や、コログもおんの。コログがくれた小さい実、集めたらいいことありそう。ちょっと匂う。ちょっと匂う。これ似合うわ。そんな感じよな。いって、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 こら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 。うん。よーし、俺の勝ち。おー、すげえ。お、なんだ？何かアイテム出てきた。ほら。かかりこの子たち。あ、いた。ちょっと待て。ちょっと待てや、お前。ちょっと待てや、お前、ほんまに。まあ、いいや、こうやってやったろ。無双っていこう。ほら！うん。あ、なるほど！今！オッケー！うん！お、インバも来てるね！ナイス！ほら！うん！至近距離からの爆弾じゃん！絶対当たるからな。至近距離からやったら。あ、いや、一滴、あ、使えない。うい。ほら。無駄打ちしていくスタイルなんか。ほら。今、あった。マジか。おい。あぶねえ。ちょっと待って、危ない。さあ。うん。よし。怖い。
ういっす。お、大丈夫。1、2、3で。OK。よし。うん。ほらー。スマッシュじゃい。よし。我の勝ちだれー。いや、まだあと1匹残っているっぽいわー。モリブリンの肝。あ、これやったんか。なるほど。それはしょうがないな。ん？え、嘘！まだいた！あっぶね！ちょっと待って。ミスター、おお、来週、来週。え？かわいいか。いや、分かってなかった。いって。当たってんのか、それ。わからん。いって。1個使っていこう。よし、これで、ほい、ほい、ナイス、痛い、ラッシュが出るのね、ちょっと待って、ほい、こういうことや、ほら、スマッシュじゃ、ふん、ナイスである、まあ、無双シリーズ苦手な人でも、これうまく起動できればいけそうな気する、あ、勝利やった、あ、今ので終わりやった、なるほど。それにしても、あの若き騎士なかなかやりよる。何か役目を与えてみるか。やりよる？やりよる？マジで？ありがとう。いや、楽しいわ、このゲーム。楽しいわ、このゲーム。撃破数700ね。お、レベルが、ピンクが5へと上がる。で、これね、木の枝、あかんな。売りたいな。売れたら。売れたら、ね、戦闘で獲得経験値は 3% アップ。いいやん、こういうの。どうやって使えんやろ、インパクト。いや俺使ってみて。次は使ってみたいよ。もう、交互人参、鎧かぶせ、静かを取る、頑張り鉢の蜂蜜と。オッケー。甘い蜂蜜は栄養満点、そのまま食べるよりも、料理の隠し味に使われることが多い。まあ、ここら辺はまあ、ブレスオブザワイルドの方で、説明の方をね、読んでたりするんで、そちらでご確認ください。まあ、載せないよ。載せはしないけどね。どこで言ってんのか俺も覚えてないし。謎のガーディアン。ん？謎の塔。考えていても、全く分かりそうにありません。R2D2 を思い出す。何です？あ、お待ちなさい。ちょっとインパ、インパ、お待ちよ。なんか、チェッキーとか言ってほしいなと思って。言わんのね。言わんのね。あ、みんな、見事な働きであった。なんだ？あ、ゼルダ、あ、かわいい。よかった。あなたも無事だったのですね。はい、姫様。ちょうどプラからシーカーストーンを。おう。まあ。姫様。なんだ？なんか機械音ばっかりでわかんない。なんだ？なんだ？投影されたガーディアンのメッセージ。そこには自分がゼルダを救うため、厄災のただ中から時間を遡ってきたのだと記されていた。インパはそのガーディアンと突如平原に出現した塔の調査を古代遺物の研究者であるクルアとロベリーに依頼することを提案。ハイラル王は彼女の提案を聞き届けた。聞き届けた。聞き届けた。え、いいの？聞き届け。いいの？なるよね。さあ、
の上にリンク登ってきてんのかな。どうなんやろね。ブレス・オブ・ザ・ワイルドではこれ、リンクの騎士リンク、ハイリアの騎士リンクに命ず、突如出現した謎の塔を戦いの重要拠点として、警護せよ。そして、正体不明の時を渡るガーディアン、その力が信頼に足るものか研究者らと共に、仕方を見極めるのだ。そんな、そなたに女神ハイリアの覚悟あらんことを、克服の証が授けられんのかな。いや、違う違う。ドーム、ボス、フォレームス、ハイル。ハイラル王とか。いや、わからん。名前全部知らんし。お、なんか見慣れた、見慣れた場所。ブレス・オブ・ザ・ワイルドって最近ずっとやってるからね。それで見慣れたしている、その塔の上が、ハイラル王家に使えるこの絵の家系出身の青年。高い身体能力と剣士の才能に恵まれながらも、常に鍛錬も怠らない努力家でもある。インパ、あ、かわいいよね。チェッキーとか言ってほしい。ハイラル城の執政補佐官を務めるシーカード。年若いが、立派に執務をこなし、鶴田からの信も厚い。真面目で勤勉だが、やや抜けているところもある。抜けてんのかよ。いや、やめたれよ。気するのをやめたれよ。お、いや、行くところがいっぱい出てきたな。あー、これさ、全部、実質更新してってよかったわ、ブレスオブザワイルドとか。こっちでネタバレになるとこやった。あぶね。ハイラルマップ、シーカーソンで行き先を選ぶ。ハイラル各地の問題を解決すれば、仲間を成長させることもできる。ゼルダの伝説、ブレスオブザワイルド、セーブデータが見つかりました。得点武器を獲得します。お、マジ？クーレヘイの木剣いらねえいらねえってな。ハイラル城の兵士たちが使う、兵士たちが訓練に使う木製の剣。実技を磨けるようしっかりとした重さがある。握ると写真に戻り身も引き締まる。引き締まんの？そうなの？あ、ここでセーブされんのね。じゃあ今回は、ここで終わって、次回から、報酬、奏で剣コンボとかあるね。なんかやで、ここ行け、ここ行けって言ってんのかな。そんな気した。生きていく上で腹ごしらえが重要。まあ別にね、いいんやけど今は。まあ、今回はこんな感じで終わって、近い、明日ですね。明日ね、また別のミッション行きましょうか。これどこ行けばいいんやろね、ほんま。いや、マジでわからん。まあいいや、とりあえず今回はこれで終わりしたいと思います。では、ご視聴の方ありがとうございました。ありゅう、ありゅうすく、はい、失礼。